はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が熱しまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、予防接種がタダになりました。やったー、なりましたよね、なりましたよね、可決されましたもんね、この前国会でね。もうね、願いが叶いましたよ。もう願いっていうか、まあ、なったらいいなーみたいな感じでね、こう国が負担しろ、国が負担しろってね、ブツ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 このチャンネルでね、喋ってたんですけども、それがね、現実になるとはね、思ってもみませんでした。まあ、スポーツメーカーのマスクの話もそうですけどもね、iPS 細胞のね時もね、そうなんですけどもね、もうほんまにこうでブツ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 言ってるだけだったんですけどもね、これ誰か見てくれてたんかな、なんかすごい嬉しいですけどもね。まあ、ただになったところでね、まあ、僕は病気の関係で打てないんですけどもね、まあ、それはいいんですけども、まあ、これはですね、新型ウイルスのワクチンを円滑に接種する体制を整備するための法案が11月19日の衆議院の本会議で、もうね、全会一致で可決されて、そのまま衆議院に送られました。その予防接種法のね、改善案っていうのはですね、そのワクチンの接種をね、国民のね、努力義務とね、位置づけて、接種はね、市町村が行って、費用は全額国が負担するとしています。素晴らしいですよね。でまたね、その健康被害がね、その注射によって健康被害が確認された場合などではですね、その医療費っていうのの支給などをね、行うほかね、健康被害を受けた人に、その製薬会社がね、その賠償した場合はですね、国が損失をね、補償することもね、盛り込まれています。でこのね、11月19日のね、衆議院本会議ではですね、最初に討論が行われて、ある党では、ワクチンの接種は体に影響を及ぼすリスクもあるので、副反応などの情報を迅速に公開してほしいと。でまたね、違う党では、その海外での有効性やね、安全性が確認されたワクチンであっても、我々日本人に同じ効果を保証するものではないんだよっていうので、接種自体を努力義務とすべきではないんじゃないのっていう風なね、ことをね、まあ、主張していたんですけども、まあ、そんな流れでね、その可決が行われた結果、改正案は全会一致で可決されて、そのまま衆議院に送られました。そしてその新型ウイルス感染症に対するワクチンの接種に関する内容を盛り込んだこの予防接種法改正案が、この2日に12月2日に参議院本会議で、またね、これが全会一致で可決して成立しました。新型ウイルスをね、臨時接種のね、特例に位置づけて、国がね、接種費用を負担するほか、健康被害がね、生じた場合にかかるね、製薬企業のね、損失もね、国が保証するということがね、決まりましたね。だからほんまにその衆議院で決まってね、これを参議院に持っていこうぜってやったことが、もうそのままスラーっとね、参議院で決まってくれたということなんですよ。でこの新型ウイルスに対するワクチンのね、接種開始に備えた改正法ではですね、このウイルスの蔓延をね、緊急的に予防する必要がある疾患が対象となる臨時接種の特例に位置づけました。そのためですね、まあ、国がね、都道府県を通じて市町村に接種実施をね、指示するもののですね、接種する時にかかる費用っていうのは国が負担するために、患者さん自身のね、自己負担もね、ないということなんです。無料です。まあ、これはあったらあかんことなんですけどね、その健康被害が出てしまったりするじゃないですか。そうすると、その製薬会社にね、賠償請求をするというのも、その請求も国が負担してくれるし、まあ、みんながそれぞれ病院に、国民のみんながね、それぞれね、病院に行って、払う、その時に払うお金がね、ただということなんですよ。もうこれやったらね、予防に対する気持ちが前向きになりますよね。インフルエンザの注射をね、もう何が何でも俺は打たへんねんっていうふうに豪語してる人でも、これやったら打つ気になってくれるでしょうね。まあ、臨時接種なので、この無料がね、いつまで続くか分かりませんけども、まあ、皆さんがね、打てる間にね、打ちに行ってくださいね。まあ、僕の代わりに打ってね、広めないようにね、してください。まあ、そんな感じでね、新型ウイルスのワクチンの注射が無料になったらいいなと思ったら、なったよというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。
僕は元気です。